ビル・レイン・ビアはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手でバスケットボール指導者。選手時代には主に NBA のデトロイト・ピストンズでセンターとして活躍し、同チームが2連覇した時期の主力だった。オールスターには4度選出。乱暴なプレーを厭わない悪役選手として有名だった。引退後は本場のデトロイト・ショック監督に就任し、年、年、 2008年に同チームをリーグ制覇に導いた。マサチューセッツ州ボストン生まれ。聖のレーンビールはラムビアのように発音され、金表記ではラムビアが原音により、近いが日本ではしばしばレインビアと紹介されるので、香港でもそれに習う。ビルレインビアは有名な容器メーカーであるオーエンスイリノイの役員を務める父のもとに生まれ、少年時代をシカゴで過ごした。 その頃からバスケットボールに親しんでいた。彼は高校時代をカリフォルニア州で過ごし、卒業後はノートルダム大学に進んだ。大学1年生の折には学業不振のために短大で単位を取得しなければならなかった。したがって1年生時にはバスケットボールのチームではプレーせず、2年生からの3年間で計69試合に出場し、平均得点7.4。 平均リバウンド6.9の記録を残した。大学卒業時には、クリーブランドキャバリアーズに3巡目65位でドラフトされたが、契約が遅れたためにレインビアはイタリアに渡り、セリエへのピンティーノックスブレッシャでプレーした。イタリアでの1年間で、平均得点21.1、平均リバウンド数12.5と優秀な成績を収めた。レインビアは1980年に、 アメリカに戻り、キャバリアーズに加わった。父が大企業の重役であったため、父親よりも収入が低い唯一の NBA 選手とからかわれる原因になった。新人のシーズンは平均得点9.8、平均リバウンド8.6と、まずまずの成績を残した。2年目のシーズン途中で、デトロイトピストンズにトレードされ、これがレインビアの選手生活の転機となった。 デトロイトに移った翌年の1982から83シーズン、レインビアの得点は13.6、リバウンドは12.1と共に2桁に乗せ、このシーズンは初めてオールスター戦に出場した。翌シーズン以降も個人成績は安定し、3年連続でオールスターに選出された。レインビア移籍当初のピストンズは勝率5割に満たないチームだったが、 1981から82シーズンにはアイザイア・トーマスが入団しており、1983年からはチャック・デイリー監督が指揮を取った。デイリーを迎えてからのピストンズは勝率5割を超えるチームになり、以降少しずつ競合へと成長していくことになった。1980年代半ばになると、レインビアはリーグを代表するセンターの一人になっていた。 1984年にはリバウンド総数でリーグ首位。1986年にはリバウンド総数と平均でリーグ首位になった。この時期のピストンズはジョーディ・マースやジョン・サリー、デニス・ロットマンを加えていた。デイリー監督の指導により強力なディフェンスを、しきしばしば乱暴なプレーを行うチームはバッドボーイズとしてリーグで恐れられ、意味嫌われるようになっていた。 中でもレインビアは最も卑劣な選手と認識されるようになり、公然と彼を非難するチームや選手は多かった。80年代を通して、ピストンズの宿敵だったボストンセルティックスを1988年のプレーオフでついに退け、チームは NBA ファイナルに進出。この年はロサンゼルスレイカーズに敗れたが、翌年も NBA ファイナルに進み、 ピストンズは優勝を果たした。その次の1990年にも三度ファイナルに進出し、ポートランドトレイルブレイザーズを破ってピストンズはに連覇を成し遂げた。この時期にもレインビアはトーマスやデュマースと並んでチームの中心メンバーだった。翌年は同じ地区のライバルだったシカゴブルズに敗退して、ピストンズの連覇は途切れ、チーム成績は振るわなくなった。 この頃30代半ばになっていたレインビアの個人成績も低下していき、1993から94シーズンが始まって1月余り経った頃、レインビアは突然引退を表明した。レインビアの選手生活は14年にわたり、生涯通算得点は13,790、生涯通算リバウンド数は1400本。この2つのカテゴリーで1万を超えた選手は、 NBA 史上20人余りしかいない。また、ピストンズ時代に残したリバウンド数9430本はチーム記録である。1995年にピストンズはレインビアの背番号40を永久欠番にした。レインビアは運動能力に恵まれた選手ではなく、ジャンプできない白人の代表のようにからかわれることがあった。 しかし状況判断の良さとポジション取りの上手さで、リーグ有数のリバウンドの名手だった。チームメイトとの連携もうまく、しばしばアイザイア・トーマスやジョーディ・マースなどチームの主力が、得点する場面を作った。またレインビアは、当時のアメリカには珍しく、長距離のシュートが上手い長身の選手でもあった。ピストンズが連覇した頃には、スリーポイントシュートの成功率が3割台半ばに、達した。 レインビアが仕掛ける強引なディフェンスが問題を引き起こすことも多かった。ファウルの笛が鳴った後にさらに一撃を加え相手選手を床に叩きのめすこともしばしばだった。レインビアがディフェンスの最中に選手の急所を掴んで痛めつける様を写真に撮り証拠としてリーグに提出するチームもあった。他の選手やマスコミはレインビアは 運動能力の不足を補うため勝つためには手段を選ばないと評した。乱暴なプレーが乱闘につながることもあった。試合中にレインビアと乱闘行為を行った選手には、ラリーバードやロバート・パリッシュ、チャールズ・バークレー、アロン・ゾー・モーニングなど、スター選手も多かった。一方で、レインビアが他人に嫌われることを気に留める様子はなかった。 レインビアにサインを求める子供たちや歌手は同活と共に追い払われた。同様の敵意を記者たちに見せることもよくあった。レインビアはバスケットボールへの愛情をほとんど見せない選手だった。身の回りの人々にはしばしば愚痴をこぼし、彼が真剣に練習に取り組まないことは監督にとっても周知のことだった。練習が終わると最初に帰るのはレインビアだった。 しかしアイザイア・トーマスと同様に勝ちへの執着心は強く、二人の選手はピストンズ連覇の原動力としてチームの中心であり続けた。引退後のレインビアは父と共にダンボールメーカー、レインビアパッケージング社をミシガン州に立ち上げた。この会社の経営状況は次第に悪化していき、21世紀に入って間もなく営業を停止した。 会社が閉鎖した同じ年の2002年、デトロイトで有名人だったレインビアは、本場のチーム、デトロイトショックに招聘され、監督陣への助言や、営業面でチームを補佐する役職に就いた。シーズンが始まると、ショックは0勝10敗特選し、レインビアが監督に任命された。レインビア指揮下のショックはそこから8勝7敗と持ち直した。2003年に本場を制して、 ホワイトハウスに招かれ、ブッシュ大統領を囲んで記念撮影をするデトロイトショック。前から2列目、一番右がレインビア。撮影は2004年翌シーズン、レインビアは選手人事でもチームにテこいれを行い、チームの躍進に貢献した。レインビアが獲得したシェディルフォードは新人王を受賞した。 ショックの勝ち数は前シーズンより16勝を上乗せした25勝9敗で、この年のリーグ最高勝率だった。レインビアは最優秀監督賞を受賞した。ショックはプレーオフを勝ち進み、決勝ではロサンゼルススパークスを相手に2勝1敗で優勝を果たした。これはチーム史上初めての優勝であり、ロサンゼルススパークスとヒューストンコメッツ以外のチームが、 優勝した初めての例となった。翌2004年には17勝17敗と勝率退位に終わり、プレーオフではニューヨークリバティに1勝2敗で1回戦敗退した。2005年には16勝18敗で、プレーオフではコネティカットさんに0勝2敗で敗れた。2006年にデトロイトショックはカンファレンスにリーグ3位の23勝11敗の成績。 プレーオフでは決勝まで進んで、サクラメントモナークスを3勝2敗で下し、2度目の優勝を果たした。2013年シーズンからは、ニューヨークリバティの監督を務めている。ちなみに2015年からは、かつてのチームメイトのアイザヤイ・トーマスが、リバティの球団社長を務めている。本場のシーズンオフには、レインビアは、デトロイト・ピストンズの試合の放送で解説を、 努めている。b-a-s-k-e-t-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com ありがとうございます。